情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。吉田さん、ようこそいらっしゃいました。はい、久しぶりですね。今日はですね、またあの、まあ、前にも一回やったんですけど、トランプ大統領大好き、マンチスバーガー、はい、こちらをですねゲットいたしまして、嬉しい、吉田さんとこれもぐもぐしながらね、はい、生半可な知識でアメリカ大統領選挙を語るという企画でございます。はい、でまずはですね、ちょっとこれね食べながらということなんで、はい、これはあ、これあ、これチリだ、これ俺の方だ、チリですね、チリチーズです、はい、チリチーズ、美味しそう。これ何がどれって、吉田さんは、はい、コルビージャックですよね。コルビージャックです、はい、トランプ大統領が食べたという、はいはいはい、これは私はチリチーズにしちゃったんですけど、はい、これはこれがチリチーズです、これがコルビージャックですね、はい、はい、でこれが、はい、どうぞおしぼり、ありがとうございま す, のです、ね、ちゃんと手も洗ってきました、はい、手も洗ってきてね、はいはい、そしてケチャップがあって、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれどうぞスタッフの皆さんで、はい、はいはいはい、どうぞどうぞ、はい、ね、みんなでね、はい、食べながらね、チャンネルクララでね、はい、はい、やっております。じゃあまずちょっとね、こう自節柄ね、ですね、手を拭きましょう、ちゃんと拭きましょう。ちなみにパッケージはこんな感じですね、はい、はい、こちらもこうですね、はい、ですね、はい、いやー、アメリカ大統領選、はい、どうですか、どうなんですかねちょっと大変なことになってますよね。なんか一応私が聞きかじった話をしていいですか、はい、聞きかじった範囲内で言うと、はい、ラスムッセンの、という調査会社が、はい、やったところに、とトランプ大統領の支持率かな、はい、あの政策の支持率だと思うんですけどね、 52%、 すごいですね、はい、半分を超えてるんですね。そう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 、でなんかオバマが、はい、再選される時のペースにすごい今似てる風には、これ事実なんで、はい、ラスムッセンが持ってるデータでそうなってるというのがあって、で昨日トランプ大統領自身もツイッターでラスムッセンナイスみたいなことを言ってました。あとね、私がちょっとフォローしてるあのリベラル系というか左翼系の、はい、あのまあ経済系のニュースレーター書いてるやつなんですけど、はい、そいつによるとですね、フロリダでトランプ大統領の支持率がなんかもうがぜん上がっていて、急上昇ぐーっともう本当してて、でこれ非常にピンチだっていうことを言っていて、 なぜそんな急に上がった、いやよくわかんないですけどね、はい、いろんな要素があるんで、今回はほらなんかあの今までと違うでしょ、はい、流行り病がほら、そうなんですよ ねだから対応策とかもありますからね。そうそうそう、で統計もなんかほら隠れトランプ派がどうもいるらしいみたいな話に、ね、なってます。おすごい、すごい、すごいですね。チリチーズバーガー、すごい、はい、コルビージャックは、コルビージャックはこんな感じです。すごい、はい、すごいです、すごいですよ、すごいです。わあ、これ多分あれですよね、あ、これこのこれに入れろと、これですね、これを使えと、こぼすぞと、すごいフォトジェニックのハンバーグですね、ね、やばいですね、はい、はい、ということでね、大統領見てますかみたいなぜひご覧ください、はい、ちなみにね、あの私の柔術の師匠の平野さんは、はい、アメリカのグリーンカードも持ってるんですよ。そうなんですか。で向こうにも不動産お持ちなんですけど、この間ロサンゼルス帰ったら、はい、自宅帰ったらトランプから小切手届いてたって。え、なんでですか。だから一応グリーンカード持ってる人もくれるんだって。そうなんですね。で今度それでおごってくださいよって、これまたおごってもらうことになってるんで、あ、そうなんですか。そのうちこうごつい、あの、はい、俺の柔術の師匠ほんとすっげえごついたんですけど、これを食べるって企画を、はい、またそのうちやるかもしれない。なるほど、はい、いやすごい応援してみたいです。そうで、なんかそういうのもあって、はい、あのフロリダでなんかすごい伸びてるのと、はい、あとそのね、これ入れるんだよな、入れるんですよね、入れて食うの、きっとこのまま行くの、これどうなんでしょうね。袋に入れた後にチリをかけるんですかね。いやこれかけないと、この段階で、あ、この段階でかけないとちょっとかけちゃいます。かけてみます、はいはい、かけてみます。あ、美味しそう、チーズがトロトロですね。すごいこれ、わー、美味しそう、トローってなってます。うわすごい、これやばい、いやー、別でもこれ全部いったら 100% モスバーガーですね、はい、あ、すいません、これマンチーズバーガーでしたねモスバーガーほらね、はい、食うと大変なことになるという、大変なことになるんですか。モスバーガーだってほらもうあの汁だけだから、基本汁だけだからドボドボになるでしょ。これぐらいにして、ちょっと後でつまみながら、はい、食べちゃうと大変なので、はい、食べちゃう、あ、どうぞどうぞ召し上がってください。はい、はい、吉田さんがいきます。いただきます。もうすごいですよ、こんな分厚い、美味しそう、いただきます。すげえ、どう、どうよ、コルビージャック、うまい、美味しいです、お肉が本当にお肉です。おー、じゃあ私はこちらのチリチーズバーガーをこれに入れないとね、大変なことになるので、はい、じゃあこちらチリチーズバーガー、はい、すごい、いただきます。どうですかね。さあいただきます。はい、うーん、いかがですか。
うま、美味しいですよね、うん、お肉があのお肉を本当にめった切りにしたね、あれなんですよね。お肉のあのひき肉がこうあのね、はい、叩いたっていうかあのね、はい、包丁でやってる、そうなんですよ、やつでね、なんかステーキをこうやってるんですよね。そうそう、ステーキをやってるんですよ、はい、すごい、うーん、うまっ、うーん、うーん、これはうまい。あと火の通り方がいいですね、うん、赤みが少しだけ、ね、はい、で大統領選挙ね、はい、まあ、そのラスムス店が支持率 52% っていうのと、はい、フロリダで大逆転っていう情報しか今ないんだけどであとまあ多少古いけど、はい、隠れトランプ、はい、まあいるだろうと、はい、いうのは言われていて、でその人たちの本音を聞くための質問っていうのもあるんですよ。あるんですか、うん、あなたは誰に投票しますかって聞くと、はい、今嘘つくんですよ、はい、じゃああなたの隣の家の人は誰を支持すると思いますかっていうと本音を言うらしいんです。あ、そうなんですね。あとはどちらが勝つと思いますかって聞くと本音言うらしいんです。へえ、意外とトランプって人がいて、そう聞かなきゃいけないんですね、うん、隠れトランプ派はね 10% ぐらい、あ、結構いるんですね、うん、トランプ支持してる人のうち 10% ぐらいが、はい、だからその隠れてる可能性があって、で民主党バイデン支持してる人は隠してる人あんまりいないらしいんですよね。そうなんですね。だからトランプだけだと10ポイントぐらいだったらひっくり返せるかもしれないみたいな、はい、まあ議論にそれがつながって、なるほど、トランプさんこのまま行くんじゃないか、そうそう、で賭けのオッズはまだトランプの方がいいみたいな、はい、まあそんな感じですよね。なるほど、まあ、ただ、株式市場とかの、はい、まあその値動きは負けパターンです。今微妙ですからね、株がちょっと落ちてるんで、はい、まあ、直前に落ちるのは一番いけないんで。いや、うん、原油も最近下がってきてますよね、少し、うん、戻った、戻りました、うん、よかった、ちょっと戻ったんですけど、はい、前ほどじゃないですね。あ、うん、あの42ドルから37ドルぐらいまで下落して、はい、で40ドル戻ったんですよね。戻ってまたちょっと下がってくるかな。うん、うん、まあ、あの原油 ETF で痛みになってんでよく見てます良い子は気をつけてな、はい、でも原油 ETF 私も買っちゃいました。うーん、あれねあれ今度、はい、あの八重洲イブニングラボに、はい、あの竹中正春先生、はい、映像じゃないよ、正春先生ね、はい、留学大学の、もうあのなんだかよくわかんないけど必ず当たる竹中正春先生が、はい、なんと12月の八重洲イブニングラボに来てくるんですよ。すごいですね。でその竹中先生も原油 ETF 生まれて初めて買ってみて、はい、であれ分かったと、あの要は金とかちょっとその他のね、はい、コミュニティと違って保管コストが、はい、結構かかると。あ、なるほど、うん、樽ですもんね、樽というかドラム缶ですね。そうそう、で現月で買って乗り換えるときに、はい、またその乗り換える乗り換え代が結構かかって、はい、だからそのなんかイールドカーブみたいなのあるんですけど、はい、あれがこうドーンとこう全体に予想外の動きしない限りはなかなか利益出ねえなみたいな話を。そうなんですね。まあ一応勉強だから持ってるけどって言ってましたけどね、はい、はい、なので、ちょっとね、はい、原油の ETF はね、金とは違うんですよね。なるほど、よく考えて買わなきゃいけないですね。そうそう、金はだってタンクいらないじゃん、はい、置いとけばでしょ、はい、でね、原油はね、そうはいかないです。ああ、そうなんですね。難しいですね。原油系意外と手を出そうとしていたので、ちょっと気をつけます。まあ、原油価格安いのはね、はい、大統領選挙ではどっちなんだろうなって感じですけど、ね、どうなんですかね。あとね、もう一個そうだ、不確定要素あって、はい、あの郵便投票が結構不正の温床になるかもしれない。そうなんですか。コピーをして送っちゃうとか、ね、うん、あのなんかね、あのケント・ギルバートさんが言ってたんですけど、はい、アメリカってほら、引っ越しがすごい多いでしょ、はい、だから選挙人登録をしないとダメなんですけど、はい、なんかその郵送のその用紙を送るのに、はい、選挙人登録してない人のところまで届いちゃったりとか。そうなんですか。住んでるだけでも届いちゃう。ユタ州とかはもう郵便とネットの投票っていうのをもうね、過去3回ぐらいやってるんで、もうだいぶ慣れてるからいいんですけど、はい、今回初めてやる州が多いらしいんですよ、はい、でそこはまあ絶対不正があるとは言わないけど、はい、言わないけど大混乱するだろうと、でわけわかんなくなるだろうと、はい、いうふうに言ってるので、まあ、これも不確定要素かな。怖いですね、うん、で一番怖いのはね、その大統領選の結果が出た後、はい、双方がいやこれは不正選挙だって認めなくて、はい、どっちが大統領になるかしばらくグダグダしちゃうっていうのが、あ、空白の期間ができちゃうんですね。やばいんですよ。いや、どうなるんでしょう。どうなるのかね、そのせいでアメリカの株が落ちると日本もこうなっちゃいます、まあバイデンがなったら一時的に株は調整するだろうっていうのは概ね、まあ皆さん見てるところ、昨日ねちょっとシンガポールのね、はい、まあ、某あの金融機関の方とお話したんですけど、まあバイデン行ったらまあ一旦は調整ですねっていうのは、まあある種市場のコンセンサス。そうなんです。でも市場のコンセンサスって結構裏切られたりするので、はい、これも分かんないですよ。微妙なんですね。一応だって今議会見ると、はい、共和党は確か1兆ドルの追加経済対策って言ってるんだけど、はい、民主党は3兆ドルの追加経済対策って言ってるからね。そうなんです。
そうすると財政出るってなったらほらそっちの方が景気いいでしょ、はい、だからこれ必ずしもそのバイデンになったからっていう、まあ、その議会の動きなんか見なきゃいけないので、はい、だからなかなかね、そのね、難しいんですよ。一概に言えないんですね。一概には言えないという、難しい。でもこれは一概に言えますよ、美味しい、めちゃめちゃ美味しい。これはすごい美味しいです、はい、超美味しいです。はい、ということで、まあ、ちょっと残りいただきますので、はい、ゆっくりね、はい、ね、皆さん、あのアメリカ大統領選挙ね、はい、どうなるか、はい、ね、吉田さんと、素人考えで予想してみたみたいなしてみました、はい、ということで、ご覧いただいてありがとうございました。ガー